アフリカの広大な草原ではライオンとバッファローが猟猟強さと野生の本能を代表する代表的な存在です。ライオンが広大な草原を支配する仰天富士社であるのに対し、野生の水牛はライオンのお気に入りの獲物ですが、富士社に対峙した末には恐るべき利と抵抗力を持っています。アフリカやアジアの広大な草原では、野生の水牛は生存本能の強い追い高草食動物として有名です。危険に満ちた野生の環境で生き残るために、野生のバッファローは大きな群れで生活し、移動することで進化し、またチャンネルをサポートしていただき、貴重なお時間を歌っていただき、心から感謝申し上げます。皆様のサポートは私とチームにとって大きな力みとなり、今後もさらに多くかつより良い動画を制作するための原動力となります。心より感謝いたします。ビキキュは地球上で最も寒く厳しい場所で、冬の平均気温はマイナス40度です。この土地は一年中雨と病に払われており、この過酷な条件に使用できる動物はごくわずかです。ホッキョクグマは世界最大のクマで、平均体重は354.680kg です。彼らは後継者ロイ動きを持っており、寒い状況でも体を温かく保つのに役立ちます。ホッキョクグマは肉食動物で、主な食べ物はアザラシです。さらにクジラ、イキ、セイウチ、その他の動物も食べます。シロクマは単独で行動することが多いです。これにより彼らは自由に移動し、効率的に守りをすることができます。ハイキューの平水の中、白いメコフィを持ったホッキヨクグマがカモノであるアザラシを追いかけます。ホッキヨクグマの鋭い嗅覚は届くからカモノの匂いを嗅ぎ分け、今ではアザラシからわずかハズメトルの距離まで近づいた。ホッキヨクグマは徐々に氷にまたり、ゴモのせすきに備えます。ホッキヨクグマがアザラシを攻撃しようと飛び上がると、すぐにアザラシはすぐに海に飛び込みました。アザラシの敏捷性とスピードにより、ホッキヨクグマの危険な攻撃から命を救った。別の守り中、ホッキヨクグマはピョンの木に横たわる2頭のアザラシの目地という想像を決する光景に遭遇したようだ。ホッキヨクグマは躊躇することなく2頭のアザラシの隠れ場所に近づき、ヒガモの匂いでホッキヨクグマの嗅覚は興奮でいっぱいになりました。ホッキヨクグマが強いで攻撃しようとした時、2頭のアザラシが素早くピョウの蟹に飛び込みました。彼らの機敏性と柔軟性によりクマの待ち伏せは失敗しました。前回の守りに失敗したにもかかわらず、シロクマは閉めませんでした。その目標は一然としてシュカリのトゥカリを続けることです。後追い堀の層の下にアザラシが隠れています。経験と優れた遠狩り能力を持つホッキヨクグマはカモノの匂いをほどぎつけてきました。シロクマは白い爪と富士社のような烈強さで、糞が追尾をひつかいたり、かちいたりして、シェルを突き抜けようとします。その努力は死を結びました。
舌が来て塩が早く溶けます。もともと理想的なチュッカリ場だった広大な海には、今ではホツキョク、グマのカモノを似てるジョゴニの小さな部分が残っているだけだ。しかし強い生存本能と修練したユカリ技術を備えたホツキヨクグマは、壊れやすい病床の上を静かに移動し、静かにカモノに近づきながら宿屋にカモノを追い続けます。やがてシロクマはアザラシを捕まえました。アザラシは反旧しようとしたが、勇猛な富士社の知恵には対処マルチできなかった。このボリュームたっぷりの仕事は、シロクマが栄養を補給し超次元エネルギーを供給するのに役立ちます。ホツキヨクグマは快適にカモノを楽しみます。気候変動により冰が徐々に溶け、ホツキヨクグマの生息地が狭まります。守る酵母のがなくなったホツキヨクグマは他の飼料源を探さなければなりません。クジラの死骸はこの困難な時期に最適な選択肢です。ホツキヨクグマはすぐにクジラの死骸に近づきました。彼らはこの利用可能な飼料源を利用し始め、栄養源をすぐに補充します。しかしホッキヨクグマは飼料源がなくなると攻撃的になり、退化する可能性があります。ホッキヨクグマは他のチトウのホッキヨクグマを攻撃しようとしました。彼らは寂しく戦ったにもかかわらず、彼らは運命を変えることができませんでした。ホッキヨクグマは縄張り意識の強い動物です。領土を侵略者から守るために権力をめぐる戦争が覚えず行われています。ナクドドマのオースのホッキヨクグマが退治すると、戦いが始まることを知らせるコアマコがあまりたむきます。彼らは立ち上がり、強い釣りを立て寂しい縄を抜き出しました。二人は白い国の上で猛烈なスカイで土金し、ユモコゴを仕掛けた。どの戦争にも必ず勝者と敗者がいる。一年中学と病に払われている廃棄地域では、春になると魔法のような変化が起こります。川が溶けて陸船だれが流れ込み、生命が誕生しました。サモンは直で栄養価の高い飼料源であり、飼料が発し長い風を経たホッキヨクグマの体重維持に役立ちます。春が来るとホッキヨクグマは酒が産卵する川や橋川の地域に移動して守りを始めます。ホツキヨクグマは体に必要な二要素を補うために、毎日数十キの酒を食べることができます。野生の廃棄地域では、夏はホッキヨクグマにとって厳しい試練となります。色が溶けると生息地が縮小し、食べ物がこれまで以上に不足します。キュットの木枠に取り立てられたホッキヨクグマは危険な環境で危険を申してクディカリを強いられています。彼らの潜在的なカモノの一つは、恐るべき力を持つ大行動物であるセイウチです。ホツキヨクグマは天候シカの広さでセイウチに向かって土金し、広いスネを使ってカモノを攻撃します。しかしセイウチは大きな体と棚い皮膚で、ホツキヨクグマの攻撃から神を守ります。ホッキヨクグマは攻撃を続けましたが、セイウチを倒すことができませんでした。結局ホッキヨクグマは殺絶して攻撃を断念せざるを得なくなりました。
北極グマはセイウチ守りに失敗した後、生き残るために他のカモノを探さなければなりません。シロクマの用理を考えるとイルカ守りは可能と思われます。ニチャに大規模な移動を行うイルカは北極熊の代替となる可能性があります。北極熊は海岸の位置を観察ポイントとして利用し、隠れて攻撃の機会を待っているとき寡黙見えます。イルカの群れを発見すると驚くべきスピードで水中に投入し、利い爪を食らってコモをくまえます。一年中氷と靴に這われた荒涼とした廃棄地域で、北極グマはこれから来る厳しい冬に備えて食料を準備している。秋は北極グマにとって冬を越すために必要な栄養素と脂肪を与える重要な時期です。食べ物がリフにあるときは彼らはほとんどの時間を守りと仕事にクリアします。北極グマのお気に入りのカモノはアザラシです。修練した中狩り技術とアドロイ本能を備えた北極グマはすぐに素早くカモノをしてためました。冬が来るとメキウエイは白い具に払われ寒くなります。木とヒョエが全てを発掘、食べ物を見つけるのは非常に困難です。この時ホツキオクグマは冬眠するために洞窟や顔の毛を見つけます。冬眠中も秋から集められた脂肪を消費して生き続けます。ホツキオクグマの長い冬眠が始まり、生存のサイクルが到来します。